レーシングが非常に好調、2人のドライバー塚越晃大、伊沢拓也の2人を並べてご覧いただきます。これが予選アタック。さあ左が塚越、右が伊沢ということで、まあ、同じマシーン、同じエンジン、同じチームということですから、まあ、そんなに違いはないかなと思うんですが、ドライブスタイルがやっぱちょっと微妙に違う感じですかね。まあそうですね、でもこういうオンボードの映像を見ると、はい、ちょっと伊沢選手の車がちょっとアンダースティア、うん、まあ、ちょっと見えるかな、うん、まあ、まあほぼ一緒、ステアリングの切れ角がちょっと伊沢選手の方が多くて、それその分戻す修正も若干多い気もしますけどね。はい、ただまあその、ね、もともと伊沢選手の方がややこう弱アンダーステアの好みみたいなイメージが、ね、勝手にこちらとしてはありますけども、で塚越選手の方が、まあ、あのテールをある程度コントロールしながらというイメージがありますが、そう、あの、まあ、スーパー GT でも塚越選手がその例えば路面のミューが低い時に、うん、そのオーバーステアのコントロールで非常に、うん、得意なので、はい、まあ、若干ね、あの車のセットアップの好みが、塚越の方がちょっとオーバーステア気味で、うん、伊沢選手がちょっともうちょっとニュートラルアンダーに見えるね。まあ、この2人のタイムはほとんど変わらなかったね。ね、その